実はの、折り入ってお主らに頼みがあるのじゃ。頼み？直すは。奴はわしらの仲間をさらい、戦闘員として洗脳しているらしいのじゃ。洗脳？マインドコントロールか。奴も手段を選ばなくなってきたな。お主らの周りでの不穏な動きは、おそらく、そやつらのことだろう。そして、鈴の両親も2年前に行方不明になってな。お主らにダオスの非道を正すという使命があることは承知しているが、鈴の両親を探してはくれぬか。鈴の父は、わしが次期東洋にと見込んだ男じゃ。それだけに強い。そんな男がダオスの手先になっているのだとすれば、あまりにも哀れじゃ。どうか頼む。どこまでできるかわかりませんが、やりましょう。やれやれ。クレスのお人よしにも困ったものだな。何言ってんのよ。そこがクレスのいいところじゃ。名は父が、どうぞ、母が大きいよ。我々の情報では、ユークリッドのあたりで、それらしき人物を見かけたということじゃ。よろしくお頼み申します。そうじゃ、これをお持ちくだされ。我が一族秘伝の剣の村正じゃ。いいんですか？こんな立派なものを。構わぬ。使わなければ宝の持ち腐れじゃよ。見事だ少年。よくこの私に勝ったな。君に負けて私も目が覚めたよ。見ろ。これでこの森も元に戻れる。少年、あ、いや、勇者よ。これからが本番だぞ。この先には異国の者たちがいる。そして悪の軍団もな。強いぞ、やつらは。しかし、お前の実力なら何とかできるかもしれん。どうすれば奴らと会えますか？奴らに会うには鍵が必要なのだ。鍵？これで奴らのアジトに入れる。ありがとう。じゃあ僕行きます。さあ、いよいよだ。羽田マン頼むぞ。頑張れよ。あの時あれほど忠告してやってやらないか、愚か者め。まあ、ここまで来れたことは褒めてやる。しかい、忠告を聞かなかったお前が悪いのだ。このデザフィート様がじっくりと用意してやるわ。お前さんが欲しがってるものは、俺、ここにある。じいさん、これはもらっていくぜ。好きにするが、俺。断っても持っていくじゃろうが。二つと。な、じいさん、残る任務の行方を知らねえか。さあな。じゃが、アルミアンのダムとの洞窟に住む悪霊を使い、ザムラグマに会いに行くがね。それまでには見つかれじゃろうって。海を渡んなきゃいけねえな。ありがとうよ、じいさん。ところで、俺たちにはさっきの結界は張ってくれねえのか。無理を言うな。今のわしには、お前さんの邪気を覚えるような力はないんだ。冗談だよ。じゃな、じいさん。発車で暮らせよ。実
水クア風の四大精霊に我の言葉に置いてこう。いにしえの伯爵と己の契約をもって目覚めよ。坂敷地を肉として我の御前にひれ伏し、ソロモンの指輪と知恵をして我の問いに答えよう。ナストガルダックスアルヒオロクラリスアスメタール。もうあと用意してんぞ、ワックスよ。分かっている。クリストール神殿への道を急ごう。終わりましたな、ハクス殿。ああ。どうかなされたか、アクス殿。いや、何でもないんだ。お疲れになられたようだな。さあ、一刻も早くここを出てアグニアンへ戻りましょう、アクス殿。今後の復興のことも話し合わなければなりませんしな。先に行ってくれ。ん？疲れちまってよ。バルガスにビビっちまってたのか、足が動かねえんだ。案じられるな、アクス殿。貴殿はいつでも神のご加護を受けておられますぞ。とりあえず、今は私がお支えいたしますが。いや、いいんだ。バルガスのことでいっぱい犠牲が出ちまったしよ。しばらく一人にしてくれ。弔いが終わればすぐに追いかける。うん、貴殿はやはりサート層が見込まれたお方でありましたな。承知いたしましたぞ、アクス殿。先に下でお待ちいたしております。こりゃ出しゃんか。わしを一体誰だと思ったのに。まったくうるさいじいさんだな。しかしネイルたちはどうしたんだろう。やっぱし真面目。みんな無事だったのか。よかった。魔人を倒したか。さてこの魔導士どうしてくれよ。魔人の代わりに城に封印するか。やめてくれ。わしはただの老人じゃ。いじめられてちょうだい。魔人もいなくなったことだし話してあげたら。あ、君がそう言うんだな。いいのかい。こいつには高い賞金がかかってんだろ。いいや、もうやれやれ。わしをこんな目に合わせよって見ておれ。今に後悔させてやるぞ。そんなこと言ってんのか。封印されとる魔人なんて他にもおるわ。やっぱりこんなやつ山ん中にでも埋めちまえばいいんだ。やれるもんならやってみ。何言うの。わしは歴史に残る魔導士になりたかったんじゃ。昔は大魔導士と呼ばれとった。今じゃお前にすら勝ってんじゃろうな。お師匠様もういいじゃありませんか。もうそうじゃな。メールとか言ったのはこの奥にわしが蓄えた金銀財宝がある。好きにするがいい。あんたはどうすんのよ。わしか。わしは隠居するんじゃ。あとは若いもんに任せるとするか。まだ甘いのちほよ。こんなところを伊賀者の甲が近所は信長勢にても襲われたらとたまりもないわ。優勝賞金を求めに念願の家出。もとい高飛びを決行。秋雪の後を継がずに普通の女の子としての第一歩を踏み出す。甘い甘いのちほよ。お前はわしの後を。やだ。踏み出せないかもしれない。はぁ、あ、おのれ。私はこんなところで果てるわけにはいかん。なぜ
他の悪霊のように昇天しないんだ。それほど凄まじいまでの執念だというのか。リシャール、お前には冬眠システムの中でロンバリアの奥義を教えてある。グレートエルフガンの心となり、その人形を滅ぼすんだ。エルフ王朝のために頼む。ダメ、できないわ。もうやめて。これ以上私を苦しめないで。どうしても嫌だというのなら仕方がない。我が術で許せ。どうした、リシャール。ブレスの呪文だわ。リシャール、行くな。リシャールよ、素直だったお前が私の言うことを聞かぬとは残念だ。それにしても忌々しい人形どもよ、あくまで私の邪魔をするというのだな。お前はそれでも人の心というものを持っているのか。お前たちがそうさせておいて何を言う。もう完全体でなくても構わん。この私自身の存在そのものを使うしかあるまい。リシャール、これが本当のお別れになる。肉体のない私がエルフガンのコアとなってしまっては、もう外へ出ることは不可能。しかし後悔はせぬ。我が最高傑作、グレートエルフガンの意識と融合し、私自身の愚策であるお前たちを、この世から滅ぼせるのだからな。おじいちゃん、どうしてそこまで人間を憎まなければいけないの。私たちは分かり合えるよ。仲良く暮らせるんだから。リシャール、お前はまだ小さかったから無理もないが、箱天にされそのショックでバタバタ倒れていく同志たちを見ていれば、この私の気持ちも分かったはず。それもこの私自らが作り出した亜人種にだ。死んでいった同志のため、そしてこの地下に眠る民のため、私は大浄化を行わなければならないのだ。命をもてあそんだエルフ族への、いや貴様自身への神の裁きだとなぜ思えない。黙れ。神から与えられし我々の文明が裁かれるわけはない。裁かれるべきは主に歯向かい崇高なるエルフ族を全滅の危機に陥れたお前たちの方だ。全ての復讐今果たさせてもらう。よくかわしたな。何者です、あなたは。わしゃブラックサタンナンバー2プロフェッサー、メトフィス。ちょいと手元が狂ったようじゃが、我らが儀式に必要な計算はすでに終了しておる。むしろ用済みの老いぼれをスクラップする手間が省けたというものじゃ。この野郎。任せろ、ロコ。ロータンじいさんの仇は俺が必ず取ってやる。まだおしめも取れんようなひよっこ冒険者どもがたわごと。わしの傑作を見て恐怖するがいい。
このランバスは我らブラックサタンを調査に来た冒険者どもの慣れの果て。我が生体改造術の恐ろしさをとくと味わうがよい。貴様、行けランバス。マッカだ。もしもランバスだ、ランバス、お前は無敵のはずじゃ。戦え、戦うんじゃ。何をするランバス、来るかな。出発早々ギルドに会うとは、今回も退屈しなくて済みそうだ。シマロン、準備はどうだ。バカ、攻撃準備完了してますぜ。そのワカってのはやめろって言ってあるだろう。面目ね。でもこれだけはどうしても元に戻っちまうんでさ。俺はこの戦いの始まる瞬間がたまらなく好きなんだ。どうだ、お前もそう思わないか。バカ、ギルドがこっちに気づきましたぜ。よし、全艦攻撃開始。何の用かね。私はルシオ、おじさんは？トラメック族の戦士ディオメルダ。動けないの？そうだ、削岩さえあれば。どうしてこんなことに。我々トラメックの一族はデスシャドウへの服従を拒んだのだ。戦いならば負けないと今でも信じているが、奴らは削岩を産出する雷フュー鉱山に攻め込み、これを落としと。削岩が補給されなくなった我らは次第に動きが鈍くなり、今ではこの有様。簡単に言うが、できるのか。うん、大丈夫、ジョブ。僕たちもついてるしね。力を合わせればどんな敵だって倒せる。まあ、なんたってデスシャドウに戦いを挑もうってんだ。これっぽっちの敵に負けてるようじゃ、100年経ったってデスシャドウにはかすり傷一つ与えられねえだろうよ。何、デスシャドウに。わかった、君たちを信用しよう。削岩鉱山を奪い返してくれ。私の体が自由になるようになったら、きっと君たちに力を貸すことを約束する。本当？ああ、トラメックに二言はない。こりゃすげえことになってきやがったな。まさかトラメックと肩を並べて戦えるとはよ。その前に雷フュー鉱山のダッシュを成功させなければ。わかってるって。よし、準備を整えて出発だ。おや、あんたは。旅の者でフレッドと言います。おお、旅人か。わしはマック、この店の主人だ。今よそではどんな時計が流行っているんだ。さあ、時計のことはあまり。じゃあ用はない。ここの時計は売り物じゃないんだ。またあんたか。ああ、いい時計を持っているじゃないか。それを私に譲ってくれんかね。譲ってくれるのか。ありがたい。代わりにこの油をやろう。貴重な油だ。
他の町へ行けば高く売れるはずだ。それじゃ失礼するよ。わしは人形師の息子として生まれてきた。先代がそうであったように当然自分も人形師になるものと子供の頃から思っておった。50年も人形を作っていると人形の気持ちも分かってくる。昔わしら一族には人形に命を与えられる能力があった。わしも自分の能力に気づくまで、いや気づいてからも信じられんかった。この科学万能の時代に誰も信じないだろう。命といってもかげろうのようなもので、もって数ヶ月程度だから、あまり役には立たん。いや役に立たんというより、わしにはかわいそうでなら、ついこの前も、そうラビだ、しばらくその能力が収まっておったので気を許したのがいけなかった。ふと気づくと、もう子供の大きさになっておった。そうなるともうどうしようもない。ラビは命を得てしまったのだ。わしはせめて短い間でも人生の側面が見えるようにアルバイトをするように勧めたのだ。まだ生きていると思うが、どこかで見かけたら声をかけてやってくれ。それはおじいさんの心じゃないかな。本当はおじいさんはずっと70年代の世界で遊んでいたかった。どんなに街が変わっても、みんなの格好が変わっても、心はずっと若い時のままでいたかった。そんなつもりはなかったんだよ。ううん、それが悪いことだなんて思ってない。誰だって自分が大好きだった時ってあるんだと思う。大事にしていたい時ってあるよ。夢か。帰っておいで。あ、消えちゃう。お二人にはお礼の申しようもない。それにしても魔導聖堂がこれほどの力を持ち始めたとは。息子のアッシュが気になる情報を知らせてきた。魔導聖堂の実権を握っているのは副司祭長デミウスらしい。医療聖堂を取り込み強力な軍隊を作り出そうとしていると。医療聖堂はともかく、なぜ王国の娘が魔導聖堂に味方するのか。王国の娘のもたらす力は人々のためにこそあるはず。お二人には何とぞ我々の力になってくださるようお願い申す。グレイストン、お前はこの方たちと共に行くのだ。よいな。
ここがボトラの行儀見習い教室じゃ。わしは古今の礼儀作法や古い習慣に詳しい。この国の生き字引。ちなみに断食道場もここでやっとるから、そっちの方もよろしく。礼儀作法か、難しそう。パック、そんなに慌ててどこ行く？どこ行くって、じいちゃんこそ、起きてこんなとこにいて大丈夫なの？わしを誰だと思っておる。不死身のフレデリック・マイソン、まだまだ健在なんじゃ。本当に、もう大丈夫なの？おうとも。よかった、よかったよ。ほらパック、泣くことはないじゃろうが。だって、お前はこのフレデリック・マイソンの孫なんじゃぞ。もっとシャキッとせんか。うん。あれ、どうしたのじいちゃん、帰らないの？ああ。ねえ、どうしたの？パック。何？これから先、わしがいなくてもしっかりやっていけるか？え？どんなことがあっても泣かない強い子になれるか？じいちゃん、何言ってるの？ねえ、どうしてそんなこと聞くのさ？なんか、変だよ。じいちゃん、わしはな、お前のことだけが心残りなんじゃ。このままじゃ出発できん。ちょっと待って、出発って何？まさかじいちゃんどっかへ行っちゃうんじゃないよね？パック、わしはまた長い航海に出ることにしたんじゃ。嫌だよ、そんなの嫌だよ。せっかく元気になったのにどこかへ行っちゃうなんてひどいや。もう決めたことなんじゃよ。昔の仲間も迎えに来てくれておる。だったらオイラも一緒に連れて行ってよ。じいちゃんと離れるなんてオイラやだよ。そう聞き分けのないことを言うな。わしらはな、そりゃ遠い遠いところへ行くんじゃ。きっと大変な航海になるじゃろう。子供のお前ではとてもついては来れんよ。オイラ頑張るよ。一生懸命頑張るからさ。だから、じいちゃんと一緒に連れて行ってよ。お願いだよ。うん。じゃあパック、一つわしと約束をせんか。そいつさえ守ってくれるというなら、わしらの船に乗せてやろうじゃないか。まあ、今すぐというわけにはいかんが、その時が来たら必ず迎えに来てやる。どうじゃ？本当？このわしが嘘ついたことあったか？そうだね。わかったよ、じいちゃん。で、約束って何？よし。では、パック。最初にわしが言った通り、どんなことがあっても、それを乗り越えられる強い男になれ。わしがそばにいなくても泣いたりくじけたりせず、一人で立ち上がることのできる男になるのじゃ。約束できるか？うん。返事が小さいぞ。はい。よろしい。じゃあパックよ、お前がこの約束を守って一人前の男になった時、どこにいても必ず迎えに行くからな。それっていつになるの？それはお前次第さね。だがいつの日か必ずな。絶対だよ。
約束だよ。タック、お前こそしっかり約束を守るんじゃぞ。分かってない。よしよし、それでこそフレデリック・マイソンの孫じゃ。さて、そろそろ行くとするかの。仲間たちも待ちくたびれておる頃じゃ。うん、じゃあオイラ、港まで一緒に行ってお見送りするよ。ダメじゃ。どうして？それぐらいいいじゃない。船乗りってなな、本当は寂しがり屋の集まりなんじゃ。だから長い航海の前なんかは未練が湧かないように、港から離れたところで別れを済ませるものなんじゃよ。それにな、わしは昔から見送られるのが苦手でな。じゃからパック、逆にわしに見送らせてもらえんか。え？お前はこのまままっすぐ家に帰るだけでいい。そいつをわしに見送らせておくれ。うん、わかった。うん、ではここでお別れじゃ。ところでパック、ベロニカの花言葉を知っておるか？知らない。ベロニカの花言葉はな、遠い日の約束。またそいつが花をつける頃になっても今日のことを忘れるな、パック。うん。それじゃあ、じいちゃんさよなら。オイラが一人前になるその時まで。おう。じゃあな、パック。遠路はるばるよくおいでくださった、バースの姫君よ。突然の訪問、非礼の極みとは存じますが、緊急の事態ゆえ何卒ご容赦ください。おお、緊急の事態とな。はい、カイザーはすべての人間に対し宣戦布告を行いました。私はこの争いを何とか回避するべくここまで参った次第です。なるほど、王女殿下はお優しくていらっしゃる。ですが心配はご無用。我々の力をもってすればカイザーなど敵ではありません。え？ヨークがカイザーに侵略されると思って来てくださったのでしょう。大丈夫ですよ、思い上がる魔族どもを打ち砕き、バースも取り戻して差し上げましょう。違います、私は彼らとの間の誤解を解き、争いを回避していただくために。誤解？あなた方が着せられた濡れ衣のことですかな。ここにはヘリオス様がいらっしゃるはず。あの方を通して話をしていただければ破局を防げるかもしれません。彼らはすでに殿下の国を滅ぼした。冥王の我々としては誤解を解いたところで今さら彼らを許すわけには参りませんな。そんな。陛下、数は少数なれど魔族の力は我らの想像を超えています。戦えば双方ともただでは済みませんぞ。我々はバースとは違う魔族と戦う術も持っておる。あなた方はゆっくりと見学なさっていればよろしい。どうかお考え直しください。彼らと戦えば取り返しのつかないことに。えいへい。殿下は長旅でお疲れだ。お部屋へご案内して差し上げろ。陛下！ごゆるりと休まれよ、王女殿下。遊ばれようと思ってもみなかったぞ。天使アルビス。アルはどこなの？何知らず目の前にいるではないかいか、勘のどもめ。嘘だ、あたいは信じない。だってアルは
あるわ。少女、お前の考えという通り、私はあるであり、あるでない。だが悲しむことはない。せめてもの慈悲、父親と同じところに送ってやる。やっぱりあるじゃない。返せ、あるも返せよ。ある、聞こえてるんでしょ。こんなやつに負けたら承知しないわよ。無駄なことだ。人間ごときの希少な意志が途方に潰れて消え去ったんだ。さあさあ、そろそろ茶番は終わりだ。8年前の借りを返せし。ここは宗像大社の沖通でして、私一人しか住んでおらんのですわ。ガブ殿もよくこんなところに。依頼を受ければどこへでも行く。それが大社だ。大変ですな。しかしわざわざ来ていただいて申し訳ないんですが、私どうも信じられんのです。何？いや失礼、ガブ殿のことじゃありません。こんな職に20年ついとっても、所詮目に見える世界しか信じられんもんで。どうもよりがみってやつがね。見たことはないのか。はあ。各地に伝わっている神の姿がバラバラなのはなぜかわかるか。はって、考えてみたこともありませんでした。それがよりがみの記憶だから。ガブ殿は頼神が本当に神様だと。いや、頼神と呼んではいるが、あれが本当に神かどうか俺には分からん。私思うんですがね、神様を決めるのは結局人間じゃないんでしょうか。自然の中の幸いをもたらすところを神様として祀って、災いをもたらすところを例えば鬼と呼んで恐れた。自然崇拝ってやつですよ。まあ頼神も自然も人間の都合でどうこうなるものではないでしょうけど。おっと、一人で喋りすぎましたか。何か。昼が人の世界ならば、夜は神の世界。夜の闇を昼とすることが文明ならば、もうこの時代に神の住む場所はない。はあ、お若いのに大したものですな。ここにはまだ夜が生きている。どちらへ。社務所はこの上ですが。夜明けまでまだ間がある。その辺りを見せてもらう。明かりがないもんで足元には。慣れている、気にするな。よくも生きて抜け出してきたもんだ。はい、幸運であったと思っています。貴様らの処分については追って伝える。それまでは待機するように。私が注意に昇進ですか。そうだ、死んだカウニッツの代わりにお前がデルタ中隊の隊長になるのだ。それと
緊急派遣軍の幕ヶ谷少尉も補強のためにお前の下につける。新生デルタ中隊というわけだ。ん？何か質問か？なぜ私なのですか？カウニッツの残した報告書によれば、お前が一番優秀なことになっているからだ。命令に不服を申し立てるか？え、いえ、拝命いたします。そうだ。素直に受け取るのもお前の仕事だということを忘れるな。他に質問はないな。解散。久しぶり、サキさん。いつ見ても美しい。あ、ありがとう。サキさん、どうかね。そろそろあなた仕事継ぐ気ないかね。あなたのお父さん、それはそれはいい仕事してたよ。私の国、昔たくさんの争いあったね。その時あなたのお父さん、私の国でたくさんの写真撮ったよ。あなたのお父さん有名な報道写真家なのに、あなたは芸能スクープ専門のカメラマン。これちょっともったいないね。なんならそっちの商品あるけど、どうかね。うちは政財界の情報も強いよ。新聞も雑誌もネタに困ると、みんなうちに情報を買いに来るくらいね。その話はしたくないんです。そういうことなら最初の約束通り芸能界の情報を売りましょう。しかし、サキさん、時間にルーズなのはよくないね。実は今日はあなたのために商品3つ用意した。でも、サキさんが時間通りに来てくれなかったから、そのうちの2つ、他のお客さんに売れてしまったよ。そんな！残った商品は1つ。でも、残り物には服。それ一番大物のネタ。来日した外国人アーティストの極秘恋愛ね。買うわ。では、
取りなさい。え、ジルサウザーってあのミュージシャンのジルのこと？そう、彼日本の友達に招かれて極秘来日している。秘密の恋人も一緒にね。二人の決定的瞬間をものにできれば大スクープだわ。これは？ジルサウザーを囲んで開かれる秘密のパーティー招待券。ただし偽物ね。相変わらずよくできてること。うわあ、もうお前たちまで苦情の申し立てか。ラーカーとかいう怪物のために村は混乱し、その上わしの目下の心配はこれなんじゃ。歯車が動いておらんじゃろう。ジャングルの奥禁断寺から届くはずのパワー、エコビームがどっかで途切れてしまっておるのじゃよ。なあ、文句ばかりの村人は使えんのじゃ。そこでお前たちに、いくらくれる？なぬ話が早い。そうじゃな、エコビームを直したらパワーセルをやる。村の経費でな。そうそう、もう一つお願いじゃ。わしゃまだまだ村長の座を続けていきたいのじゃがな、選挙資金が足りなくて困っておって、オーブが90個ほどあるととても助かるのじゃ。集めてくれたならばパワーセルをもう一個やってくれんかな。おお、お前たちオーブを持ってきおったのじゃな。なな、な、数は90個か。うおこれで選挙資金も十分じゃな。わしから村民栄誉賞としてパワーセールじゃ。みんなに内緒でな。あっ、時は流れました。我がイギリスはフランスと100年の長きにわたり戦っております。この乱世にヘンリー様が勝利するためには圧倒的な魔王の力を利用するしかないのです。アンバラマニア、スリミナ、ギルバルソアム、ベルダルソ、カルノルソ、ワダムバリア。太古の昔に封印されし偉大なる大魔王様、今宵今こそそのお力を。おっ、これはこれは、どなたかと思えば。ベッドフォード、お前の思う通りはさせん。おいたの、これがかつての勇者か。あまりにも弱い。そろそろ隠居なされてはいかがですかな。させるか。もう我々の時代ではないのですよ。かつて勇者だったお前がどうして魔王に自分の魂を売るようなことをする。かつての友だ、殺しはせぬ。魔王か、王子。なーに、どうしたの、ベッドフォード。許さぬ、消えてもらおう。
どやめるんだ。すべてはヘンリー様のためです。うおこれでヘンリー様は未来永劫この世の王となり得るのです。